茶屋町駅は岡山県倉敷市茶屋町にある西日本旅客鉄道の駅である。1972年に部分廃止された下津井電鉄線の乗り換え駅でもあった。当駅の所属線である宇野線と当駅を起点とする本市備三線が乗り入れ、接続駅となっている。宇野線岡山方面から当駅を介して本市備三線に向かうルートには瀬戸大橋線の愛称があり、 岡山方面からの列車についても当駅より本市備山線に入る方が本線扱いとなっている。そのため、事実上、宇の線の当駅から宇野駅までの区間は支線扱いとなっており、宇野方面へ乗り入れるルートには宇野港線の相性がある。駅番号は宇野港線が JRL08、瀬戸大橋線が JRM08。実際に、 岡山東馬の各駅でも、本市美山線に入る系統を、瀬戸大橋線、宇野方面に入る系統を、宇野港線と区別して案内しているため、以下は、この案内に準じた記載とする。当駅に停車しない、四国方面の特急列車は、マリンライナーにより、小島駅で連絡している。宇野線内の愛国化対応の自動改札機は、当駅まで設置されており、当駅、 宇野駅間の各駅では IC カード専用簡易改札機が設置されている。島式ホーム2面3線を有する高架駅。宇野方面駅が主に使用する2.3番乗り場は同一の線路で両側にホームがあり、1.4番乗り場の小島方面、発着列車とは平面で乗り換えられるようになっている。直営駅である。愛子家が宇野方面を含めて利用可能となった。 1>, 1階に緑の券売機プラス近距離切符の自動販売機、改札、コンビニエンスストアトイレがあり、2階のホームとは階段とエレベーターで結ばれている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。茶屋町を参照。ありがとうございます。